そういうことですよね。こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日は続きです。続き、それは教育事業の立ち上げ方ということで、まだ見ていない方は前編をちょっとご覧いただいてからこちらを見ていただきたいということです。教育事業の立ち上げ方ということで、僕は教育7年目ですよね。7年目教育事業を立ち上げて7年経って、だいたい今1000人規模のコミュニティをに、成長しているということで、どのようなことをやってたのかっていうことをつらつら、僕を自分と会話しながら、対話しながら、お話をしてきました。ということで、前回ちょっと最後にお話ししたのは、頑張ったら頑張っただけ楽になって、で自分がやりたいことができて、そしてお客さんも満足して、子どもたちも成長するって、そういうような仕組みを作っていくことが大事だよねということを、お伝えしました、ね、今やる行動、すべての行動において、これをじゃあもう二度とこの行動、この仕事をやらないようにするにはどうしたらいいんだろうとか、もしくはその今やってる6時間かかってたら、それを3時間にするにはどうしたらいいんだろうっていう発想で仕事に取り組むと。今やってることをただやって提供する、飽きたやって提供するんじゃなくて、その未来の自分のこと、未来の会社、未来の学校のことも考えて、ちゃんと仕組みとか資産を作っていくってことが大事かなっていうことをしましたね。お話しました。はい、それ以外は大事なことっていうのは何だろうな、いっぱいあるんですよ、いっぱいあるんだけど、やっぱりその本当にいっぱいあるんですよ、いっぱいあるけど、一番最初スタートする時は教育をやるっていうのは結構大きいんですよ。教育、僕は教育をやります、これ教育大きいじゃないですか、めちゃめちゃ。何の教育、保健なの、体育なの、英語なの、子供向け大人向けって分かんないじゃないですか。その教育をやりますっていうところを、もうニッチにもうピンポイント点、これ教育っていうのはこれぐらいでっかかったら、それを下ろしていって、この点にしていくってことですね。だからどんな教育なのっていうことを下ろして、最後の一人、この子を僕の〇〇という教育で、〇〇という状態にしたいっていうぐらいまで落としていくってことですね。もうニッチにしていくってこと、もう極限まで。それが本当に自分の教育っていう、その学校のポジションを作ることにもなると思うんで、一体どんな教育なのってことを、もうこれっていうの、もう点です、点。だからほんまに削るっていう作業がものすごく大事なんかなと思って、もちろん幅広く手をかける商品とかサービスのラインナップはいっぱいあってもいいと思うんですけど、究極を言うと僕がやりたいのはこれだっていう1点、その1点をちゃんとなんていうか、こう忘れないし、ちゃんとこう軸に持った上で、その上で行動していくっていうこと、それがすごい大事かなと。どうしてもお客さんの声とか、あれもやってこれもやってって、もちろんそのサービスを提供したり、お客さんの不満を解決する、すごい大事なんです。そうすることでお客さんの満足が上がるんで、でもそれも大事なんだけど、そういうことをやりすぎてたら、一体何屋さんなのっていうのが分かんなくなるんですよ。だから当初初心に帰って、そして自分が教育の学校をやってクラスをやった時に、いろんなことを気づき、本当にやりたいことはこれなんだって1点が絶対見つかると思うんですよ。でその1点っていうのは忘れない、でその1点を持って、いろんな教育活動をやっていくっていうこと、これすごい大事かなと。例えば僕で言ったらほんまあれですよね、本当にいろいろあるんですよ、いろいろあるけれども、やっぱり社会で自己発揮する人を増やしたいんですよね。この一点ですよ、社会で自己発揮で、学校だけで活躍するとかじゃないですよ、でも学校で学んだことをどこでもそれを使えるようにするってこと、実際やっぱ社会で活躍してほしいんですよ。学校だけで活躍するんじゃなくて、スポーツだけで活躍するんじゃなくて、社会で大人になった時に活躍してほしいんですよ、自己発揮してほしいんですよ。自己発揮っていうのは自分の最高を表現するってことです。はい、自分の一部分だけを使うんじゃなくて、あるがままの自分の能力、知識、そしてエネルギーを全部解放して、そこで自分らしく生きてほしいんですよ。そこなんですよ、僕の言ってねば。だからその自分らしく生きるためには、やっぱりその知識だけの認知能力だけじゃなくて、目に見えない自己肯定感とか、一歩踏み出すとか、コミュニケーション能力とかの非認知能力、ライフスキルが必要だっていう、仮説のもと、確信のもと、僕はライフスキル教育をやってるってことなんですけど、そこの1点を確実にちゃんと持った上で、あれもやるこれもやるっていうことをやっていく、常に自分がこれをやるっていう軸から一歩目を踏み出していくっていうことがすごい大事かなと。その軸なしに、あれもやるこれもやるってやってたら、本当に何屋さんが分からなくなってくるし、で数年後、あれ僕はやりたかったの一体何なんやろうって、こう分からなくなる、自分自身が分からなくなってくる。僕もそういう時あったんで、僕もそういうことが本当に最初2年目3年目がそうやった、まさに。
自分がやりたいことっていうのはもちろんあったけど、お客さんに合わせに出た、お客さんの課題を解決する、お客さんの不満を解消する、そういう声を聞いて、それを着実にサービスにこう反映してやってた。それすごい大事なんです。大事なんだけど、自分の軸っていうのが分かんなくなって、あれほんま何したいんやろって、そもそもこれやりたかったんやったっけ、そもそもこの学校って何のために始めたんやって分かんなくなった時がちょうど2年目3年目の時あったんで、ちゃんとその軸を持つことで、前回も言いましたけど、そのビジョンですね、この教育を通じてどんな世界を作りたいのかっていうこと、そしてこの世界はこういうことが起きていて、こういうふうになっていて、そこでは子どもがこういうふうになっている、じゃあそのためには何が大事なのか、ミッションですね、自分が解決する社会課題はこうだっていうことをちゃんと物語として語れるように、で実際語ってしまうんですよ。でそういう言語化することで物語っていうのがより自分の中で鮮明になって、ありありとなって、臨場感伴ってエネルギー力をくれるんで、やっぱそういう物語っていうのは断るごとに語っていくってすごい大事かなと。で普段語っているっていうのも、その何ていうか、覚えてしまったことをこう語るっていうのはもう力を失ってるんですね。だからパッと一回リセットして、はいリセットしました、リセットして、じゃあ改めて僕は何のために、本当に本当に何のために教育をやっているのか、本当に何のためにやっているのかっていう問いを改めて取材用に語るんちゃいますよ。改めてリセットして問うてみること、それが本当に大事かなと思ってます。それはおかちゃん3ヶ月に1回それをやってるんですけど、やっぱ3ヶ月いろんな行動、いろんな体験、いろんな人と出会ってたら、こうね、情報がうわーってなってしまうって、もっとやりたいこととか、もっと行きたい世界とか見えてきたりとか、自分が本来やろうと思ってたことが見失ったりするんで、3ヶ月に1回その問いをかけてます。でブログに書いたり、こうやって YouTube に発信するってことをやってますね。はい、でそうやってその自分が本当に何のためにやっていくことで、ビジョンを忘れないっていうことで、初心の部分ですね。で初心は変わってもいいんですよ。やっぱその経験すること、体験することでね、もっと作りたい世界とか、もっと先の世界とか見えていくと思うんで、その最初に決めたことに縛られるってことは違います。こう縛られてしまうと、言ったら過去からの延長線上で未来ができていくんで、過去に決めたことに縛られてしまうと、新しい未来ができてこないんですよね。やっぱり自分がいろんなことを体験すると、もっともっと見える世界が広がっていくんですよ。マンションの1階で見える世界、何もやってない時はこれぐらいの世界しか見えてなかった。でもマンションの2階になったら、今まで見えてなかったことが見えた。それがマンションの3階、4階、5階って50階、いろんなことを体験して、いろんなものが見えるようになった。マンションの50階に行くと、もっともっと解決しなければいけない課題が見つかったり、自分が本当にやりたいことが見つかったりするんですね。だから最初に決めたこと、俺はこっちに行く、だから何があってもこっちに行く、その気持ちは大事なんですよ。それを突破する気持ちは大事なんだけど、でもいろんなことを経験して視野が広くなった時に、もっともっと大事なことに気づいた。じゃあそれを修正する力っていうのも同じぐらい大事やなと思ってて、その修正力ですよね。はい、自分が決めたことにさえ縛られないということ、朝礼母会を歓迎するって言ってるんですけど、朝礼母会っていうのは、朝決めたことがもう夕方には変わってる、それはダメなんだっていうような時に使われるんですけど、僕はその朝礼母会でもいいなと思ってて、決めたことでももっと大事なことが見つかったら変わってもいいんですよ。言ったことでももっともっと自分がやりたいことが見つかったら変わってもいいんですよ。もちろんその周りの人からの印象が悪くなるかもしれないけれども、本当に自分に嘘をついてまで自分が最初決めたそのことに縛られるってことの方が力がなくなったり、エネルギーがなくなったりするんで、だから本当に朝礼母会大歓迎で、縛られない、最初決めたことでもどんどん修正していく、そのサイクルを短くしていくってことですね。で1年間計画立てて、そして、行動する、でその1年後に振り返る、これじゃ遅いんですよ。もう毎日です、毎日、この YouTube であれば毎日僕はもう修正してます、毎日変化させてます。自分が投稿した動画あった、それがどれぐらいの人に見てもらったのか、どれぐらいの人が最後まで見てもらったのかね、最初クリックだけじゃなくて、今のこの時間まで、今9分経つんですけど、9分経った今の時間までどれだけ維持しているのかっていうことで、どれだけそのフォローにつながったのかっていうことをちゃんと分析して、あ、こういう内容やったら最後まで見てもらえるんだ、あ、こういう内容だったらフォローにつながるんだっていうことを毎日毎日検証して、検証の上仮説を立ててやってみる、でまた検証して、あ、仮説を立ててやってみる、その繰り返しですよね。そのサイクルをものすごく短くしていくっていうことが、やっぱりその教育事業だけじゃなくて、あらゆる事業をやる上ですごい大事かなと。だから本当に計画に時間を立てずに、もうお金をかけずに、プロトタイプ、仮の形を作って、まずやってみる、市場に出してみるってことですね。出して、そして出した後に市場の声とかを聞きながら、お客様と一緒にこう育てていくというぐらいの感覚がすごいいいかなっていうふうに思ってます。だって本当に何が当たるか分かんないですよ。何が求めてるのかっていうのは、実際お客さんに聞いてもらわないと分かんないし、体験してもらわないと、自分もやってみないと分かんないですよ。だから仮
の形をお金をかけない形でバンとスタートして、まあ、起業する前でもいいんですよ。起業する前でもこれって自分は大事やと思うっていうイベントとかあったら、まあ、やってみるんですよね。やってみてそこでブラッシュアップして、でそしてそれを商品につなげていくっていうことが結構大事なんかなっていうふうに思ってます。はい、という感じで、あと教育事業の立ち上げ方っていうことで、まあ、いっぱい話したいことはたくさんあるんですけど、もしよかったらブログの方を見ていただいたら、もっともっとまとまって書いてるんで、概要欄に貼っておきますんで、またそちらの方もご確認ください。はい、ということで、このチャンネルでは、教育とか人生とか仕事において、何かしら力になるような配信をしていきたいなと思ってます。ですのでよかったらこちらもチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこれを切る前に、もしよかったらいいねボタンとかコメントいただいたら、それ全部見てるので、それいただけたら僕のやる気がぐんと上がるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆様素敵な一日を。さよなら、はあ、もっと話したいな。